皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを見てくれて本当にありがとうございます。いつも皆さんがくれるコメントやいいねが私の励みになっています。こうやって見てくれる人とコミュニケーションを取れることもとっても嬉しいです。はい。では今日もリラックスをして私の話を。 聞いてもらえると嬉しいです。今日何をお話しするかというと、サブスク。うん。サブスクについてです。サブスクっていうのは、サブスクリプションの略ですよね。はい。毎月お金を払ってサービスを得ることです。はい。皆さんは何かサブスクに登録していますか 私は今2つ登録していて、Netflix と Amazon プライムビデオ。はい。どちらも映画を見るために登録しています。うん。他にも前に登録していたものがいくつかあるんですけど、面白いものとしては、お菓子のサブスクをしたことがあります。 はい。前にもね、ちょっと話したことがあるんですけど、私はお菓子がすごく好きで、はい、すごくね、いっぱい食べるんです。で、でも一時期ちょっと食べ過ぎだなって思ったことがあって、健康なお菓子を、うん、会社の人が選んでくれて、その健康なお菓子を毎月届けてくれるっていうサブスクをしていた時がありました。 はい。すごく、なんか、なんだろう、砂糖が健康的だったりとか、うん、ドライフルーツを使っていたり、なんか小麦粉とかもちょっとこだわっていたり、うん、なんか面白くてね、美味しかったんですけど、まあちょっと高かったのと、うん、なんか、やっぱり、もっといろんなお菓子が食べたいって思ってしまったので、はい、もう今はしていません。うん。 はい。日本にはね、たくさんの面白いサブスクがあるみたいで、今回調べて、あ、これ本当に面白いからみんなにシェアしたいと思ったやつを3つ紹介しようと思います。はい。まず1つ目が住所のサブスクです。はい。住所、アドレスですよね。うん。サービス名もアドレスって言うんですけど、 面白いなと思ったのが、うんえー、毎月お金を払ったら、日本全国にある300以上の家の中から自分が泊まりたい場所に泊まれるそうです、うん。ホテルと違うのは、本当にこう、一定の料金を一つの会社に支払うだけで、どこでもね、こう、うん、もう選んで、 事前に予約するだけで、家具とかも全部あるし、光熱費、電気代とか、水道代とか、全部含まれているので、本当にね、こう、旅をしながら、うん、いろんな場所に住んで仕事をするみたいな、こう、マド、パソコンで仕事している人なんかには、とってもいいサービスじゃないかなと思いました。 写真を見てみたんですけど、どの家もね、すごくおしゃれで、そんなおしゃれな家に安く泊まれるなんてすごい楽しいし、いいなって思いました。ホテルに泊まるよりもずっとお得です。うん。これはちょっといつか私も1ヶ月とかやってみたいなって思いました。はい。 次は二つ目です。二つ目の面白いサブスクはアートのサブスクです。アートっていうのは絵ですね。はい。皆さんは自分の家に絵を飾っていますかこのサブスクは毎月お金を払うと1万3000点の中から好きなアート作品を 借りることができて、そして飽きたら毎月交換することもできるみたいです。はい、すごい面白いですよね。私は昔はね、全然絵とか興味なかったんですよ。だから家に一つも絵とか置いていなくて、壁はもうほんと真っ白っていう感じだったんですけど、ちょっとやっぱり年齢を重ねてくると、 絵が素敵だなって思うことも増えてで、でもね、全然詳しくないし、やっぱりこう、時期、季節とかによって、なんか、ああ、このアートじゃなくて別のがいいなとかなっちゃうことがあるので、毎月交換することができて、そして1万3000点ってすごい量の中から自分が好きな、あ、これいいって、 思うアートを見つけて選ぶのもね、すごく楽しそうですよね。はい。これも本当にいつか試してみたいなって思っています。はい。そして三つ目の面白いサブスクは謎解きのサブスクです。謎解きって皆さん知っていますか今、日本で本当にね、ブームになっているんですけど、 クイズ、クイズのことです。うん。ある会社がやっている体験型のサービスで、リアル脱出ゲームっていうのがあるんですけど、聞いたことがありますかうん。これはゲームでついてるんですけど、そのテレビでやるとかパソコンでやるビデオゲームではなくて、実際に自分が 会場場所に行ってやるゲームなんです。例えば、病院とか学校とか、それぞれテーマ、設定があって、自分が主人公になって、その学校に閉じ込められるっていうストーリーなんですよ。そして、その学校、病院みたいな場所から、 クイズを解きながら脱出するっていうゲームです。はい。今ね、本当に大人も子供もすごく、うん、ハマっていて、私はやったことがないんですけど、クイズってね、頭の体操にもなるし、面白いですよね。そして、この謎解きのサブスクは、毎月面白い謎解きクイズが、 送られてきて、それを自分で解くみたいです。はい。私は多分これをやることはないと思うんですけど <laughs>、はい。謎解きがね、好きな人とか、こう、日常に刺激が欲しいみたいな人には、すごく面白いサービスなんじゃないかなと思います。はい。これで3つ紹介し終わりました。 どうでしたかまだまだね、本当にたくさんの面白いサブスクがあって、洋服のサブスクとか、お花のサブスクとか、ね、私もやりたいみたいなサブスクがたくさんありました。皆さんの国はいろんなサブスクがありますかよかったらコメントで教えてください。はい。 では今日の動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価そしてインスタグラムもやっていますのでそちらのフォローもよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ